ベルリン・ビルマースドルフにあるノイマンの検証比エイリッヒ、ノイマンはユダヤ系ドイツ人でユング派の心理学者、精神分析家。ベルリンに生まれる。1927年、エアランゲン大学で哲学博士号を取得。1928年、精神分析家で下界のユーリエ・ブルーメンフェルトと結婚、二人の子を設ける。 1933年にはベルリン大学で医学の国家試験に合格。ハイデルベルクではハンナアーレントのグループに属していた。1933年、スイスに赴き、1934年までカールグスタフ・ユングから深層心理学の研究の手ほどきを受ける。1934年、ドイツ国内でのユダヤ人迫害の動きによって、 イギリス移民党治療パレスチナへの移住を余儀なくされ、テルアビブで精神療法医として開業した。1948年から亡くなった1960年までエラノス会議に計14回参加している。テルアビブにて没。ノイマンはユングの最も重要で最も独創的な弟子であり、ノイマン独自の学派を打ち立てている。ノイマンは死。 ユングの文字通り後継者となるべく立場にあったが、その死よりも一年早く死去している。主張の意識の起源死は、真相心理学の基礎を作ったとされる文献の一つに数えられている。ありがとうございます。